いらっしゃいませ。ここもしばらく見ないうちに随分と変わったな。昔はこんな店もなかった。この城に住んでらしたんですか？もう15年以上も前のことだ。さて何が買えるのかな？はい、いろいろと取り揃えておりますので、ゆっくり見ていってくださいね。さて、そろそろ戻るとするか。あいつらも退屈しておるだろう。ありがとうございました。はて、俺はなんでこんなところにおるんや？毎度。姉ちゃん、神聖語が話せるんか？そらもうちんとこにはいろんな国の人が来ますよって。まあ商売人の基本というとこでおまっしゃろか。なんや、変な言葉が混ざっとるで。通信教育でなろうと思うんで、細かいところは勘弁しておくれやす。よっしゃ、ほな代わりに負けてや。たっぷりと勉強させてもらいますわと言いたいとこなんやけど、いろいろ事情があってビタ一文まかりまへん。なんや、事情ってなんやねん。おおきに、また寄ってや。いらっしゃいませ。ら、今日は可愛いお客様ね。姉ちゃんたち、難しいお話だから外で遊んでなさいって。あら、そうなの。それじゃあお姉さんとお買い物シーンして遊びましょう。ほんと？わーい。あとで請求書を送る。楽しかった？うん。じゃあまた一緒に遊びましょうね。はーい。ご来店ありがとうございました。いらっしゃいませ。あら、ドラゴったらいつの間にお店なんか開いたのかしら。何になさいますか？ドラゴはいるかしら？申し訳ありません、当店ではドラゴは取り扱ってないんです。冗談で言ってるのかしら。武器や防具、薬草でしたら各種取り揃えておりますが。そうね、先もまだ長そうだし、ここでちょっと装備を強化しておこうかしら。ありがとう。お代はドラゴにつけといてくれる？ですから、ドラゴなんて私知らないんです。しょうがないわね。申し訳ありません、今度お越しになるときは必ず入荷しておきますから。しなびたじいさんなんかいらないわよ。はい。ああ、いいのいいの、こっちの話だから。じゃ失礼するわね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おや、何か欲しいものはございますか？君が欲しい。は？僕の愛と真心で君を買いたい。あの、私は売り物じゃないんですけど。照れることはない。いえ、あの、その何この人。さあ遠慮しないで僕の胸に飛び込んでおいで。ああ、ダメです、そんなに近づいたら。にゃあ、防犯装置が作動すると言いたかったんですけどね。なんて可愛いんだ。なになになに、この人ってば、もしかしてゾンビ？さあ怖がらないで僕の愛を。にゃあ、あの、諦めて普通に買い物していただけません？今日のところは僕の負けだ。でも次に会える時には必ず僕が勝つ。それまで待っていておくれ。ありがとうございました。お願い、もう来ないで。いらっしゃいませ。あら、何よこの暗い BGM は。あの、何かお求めでしょうか？ルシア、どうすれば昔の私たちに戻れるの？武器とか鎧とか、あとですね、お薬なんか豊富な品揃えで。でも、もう一度会ってちゃんと話をすれば聞いてくれるよね？私の話も聞いていただけません？よし！このぐらいでめげてちゃダメよね。早くルシアに会いに行かなくちゃ。お姉さん、強い武器とかあったら見せて。わからない、私にはわからないわ。さあ早くみんなのところへ戻ろう。ありがとうございました。私もうこのお仕事やめようかしら。
いらっしゃ。また暗い曲。ああ、前にも増して暗いお客様。ここは、いらっしゃいませ。ここ、お店なの？そうなの。しかもここが最後なの。後で後悔なんてしないようにしっかり買い込んでくださいね。後悔？そう、どんな結末を迎えることになっても後悔だけはしたくない。さあ、クライマックスよ。頑張ってね。うん、ありがとうございました。いらっしゃいませ。あら、ここって武器の配給所じゃないの？いえいえ、れっきとした営利目的の武器フランチャイズチェーン店です。それがどうして私の城の中にあるの？ギク、城内で店舗を開く許可を出した覚えはないんだけど。あのですね、実は私たちバース国民のアイドルファム様がまた旅に出られると聞いて、何かお役に立てることはないかなって。そう、嬉しいわ。でも今私全然お金の持ち合わせがないの。冗談よ。でも今は本当に手持ちが少ないから、後で水筒係の方に請求してくださるかしら。はい、わかりました。助かった。こんなものでいいかしら。さて、みんなが待ってるから急がなくちゃ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。あれ、なんでこんなところにいるんだろう？それはね、あなたが買い物をしたいなと望んだからなのよ。いや、別に買い物したいと思ってはいないんだけど。うるさいわね。今買っておかないと後で後悔するのよ。はい。言っとくけど、ここから先はもう買い物なんかできないから、全財産を投入しちゃっても構わないわよ。そうなんですか。じゃあ行きますね。ちょっと待って、この先また辛いこととかが待ってるかもしれないけど、くじけちゃダメよ。未来は君たちのためにあるんだから。ありがとう。よくわからないけど、とにかく頑張るよ。その心意気よ。頑張ってね。